こんにちは、萌えです。今回はアクリル絵の具で私の作品の一部を描いていきたいと思います。で、目を描いていってるんですが、少し前にこの左に少し映っている白黒の目を描きました。で、その動画も出してるのでそれも見てもらえたらと思うんですが、今回描いているのはカラーです。で、カラーの時と白黒の時ではまたグラデーションの仕方とかですね、色の乗せ方とか描き方が変わってくると思うので、見比べながらですね、最後まで見てもらえたらと思います。そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。はい。で、今回使っているアクリル絵の具はちょっといろんな種類を混ぜながら使ってるんですけど、リキテックスとかアムステルダムとかターナー U35 とかいろいろ混ぜて使っています。で、白黒の時とは違ってですね、グラデーションを作る時も2色白と黒の2色ではないので、カラーになるとですね、ちょっとグラデーション苦手な方は難しくなってくるのかなと思います。で、今回使っているのはキャンバス、布ではなくてですね、ウッドパネルにジェスを塗ったものを使っているんですけど、結構滑らかで、私的には細かい作業とかですね、こう繊細な絵を描くとき、写実的な絵を描くときとかにおすすめです。で、今の状態だと筆の跡がすごく残っているのが見えると思います。で、これはですね、ウッドパネルだけじゃなくて普通のキャンバスでも言えることなんですが、皆さん結構筆の跡が残ってしまいますっていう方多いんですが、今の状態、この段階で終わってる方が多いかなと思います。こう色を一旦塗り終わってですね、出来上がりみたいな、グラデーションもできたしっていう人が多いんじゃないかなと思います。ただこの場合ですね、このまま終わってしまうとこの筆のストローク残ったままです。なので、ここで終わらせずにですね、どんどん重ねていくっていうのをしてみてください。ただその重ねていくのもグラデーションを作る時のように乾かないうちに混ぜていく、重ねていくんではなくって、一旦これを乾かしてですね、その上にまた同じようにグラデーションを作ってみてください。で、それをうまくいくまで重ねてもらえたらと思うんですけど、私でも、多分 3,4 回多くて5回とか繰り返していきます。なので、乾くの待ってるのも時間の無駄なので、例えば今肌のところ、今2回目ですね、2、3回目だと思います。これを塗ったら他のところ、眉毛とか目のところとか塗って乾くのを待って、他のところを塗りながらですね、それを待ってですね、また繰り返し描いていくっていう作業を繰り返します。で、今なんとなく綺麗にグラデーション肌の部分作ってできたんですけど、これで終わりではないです。で、一旦今ですね、目の中の色も変えていってます。この最初に塗っていた青、これはフタロサイオニンブルーの青を使ってたんですけど、この青も若干見せながら違う色、ちょっと緑っぽい色とかですね、黄土色っぽい色を入れていきたいので、一旦後ろに透けさせたい色を塗って、その上から違う色を塗ってるっていう感じです。で、この目の中の色もですね、結構人によって違って、リアルに描く場合はほんの少し見えている色とかもしっかり入れていったり、その奥にある色とかですね、そういうのもしっかり見て描くといろんな色が含まれているので、ちょっと面白いかなと思います。なので、それを色を見分けながら描いていきます。で、今使っている筆はですね、結構細めなんですが、これ一番細い筆ではないです。毛の長さが1センチぐらいで、太さはですね、細さは、毛元が1ミリぐらいのやつですね。もっともっと細いのも使ってるんですけど、これはまあまあ細いやつですね。今目の中を塗ったところまだ乾いてないので、どんどん上に重ねていきたいんですが、それを待ってる間に他のところを重ねていってます。で、この白目の部分、ここも毎回言ってるんですけど、真っ白ではなくって、その時の照明の色とかですね、
あの光具合とか影とかによって色が真っ白ではなくってちょっと色が入ってたりグレーになってたりするので、それもしっかり見ながら球体を考えながら描いていきます。で、あとこの目頭の部分とかも結構重要ですね。あの粘膜になっている部分っていうところをしっかりこうキラッとさせるとか、ちょっとこう潤ってる感じにさせると写実的な感じが増します。で、あとこの色も今この肌色のところ、ここをですね、これから実はまた変えていきます。もう出来上がりかなと思ったかもしれないんですけど、一旦この色で描いて乾かしたんですけど、この色からですね今少しずつ彩度を上げていってます。彩度、サチュレーションですね。彩度っていうのは鮮やかさを足していってます。で、ちょっと今見てもらうとグレーっぽかったと思うんですけど、それからですね色をちょっとオレンジっぽい色を足していってるのが分かると思います。で、これももちろん、最初からこの色にして描いてもいいんですけど、例えば描いたけどやっぱり少し色味が違ったなとか自分のした色じゃなかったなって思ったら、もう躊躇せずに変えていくといいと思います。もう上からですね何回も重ねられるので、今の状態からもっと良くするためにですね変えていきます。で、あとはもともとこうやって塗っておいてその色を少し残しつつ重ねていきたい場合っていう時はこうやって色を少しずつ変えていきます。で、その時はさっき使ってたみたいな平筆の大きいやつとかも使うんですけど、この細かいところ、目の際の部分とかはですね特にあんまり大きな筆は使わずこの細い筆で足していきます。で、筆が大きい方が筆のストローク残りにくいです。あのグラデーションを作るときはなんですけど、わざとこの筆のストロークというか肌の質感を残すために細い筆で描いていくっていうのもします。なのでその肌の感じにも合わせて筆を描いていくっていう感じですね。ほんと細かいんですけど、今ですね例えば茶色をのせた上に少し白と黄色っぽい感じの色をのせています。で、そこからまたこうやってですね色を変えていってます。もうここから全体的に変えていきます。で、これはちょっと私今回気に入らなくって上にのせました。このまま終わっても別にこの目としてはいいかもしれないんですけど、あの自分的に出来上がりがちょっとグレーすぎたなと思ったので変えました。で、実はグリザイユ法といってグレーで一旦こう左の目みたいな感じで描いて完成させるぐらいな感じで描いてからその上に色を塗っていくっていう方法もあります。ただ私はそれはちょっと時間かかるんでほぼそういうやり方はしないんですけど、カラーでこう影の部分とか明るい部分とかの差をつけるのが苦手な人とかっていうのは白黒の方がその明暗をつけるのはグラデーションはですね簡単なので、そっちを描いてからそれを目安に自分でこうカラーのせていくっていうやり方をするとうまくいく人もいます。なのでちょっと苦手だなって思う人はそういうやり方も練習してみるといいかなと思います。で、こんな感じでですね大体の色ができました。で、ここから、細かい部分を足していくんですけど、ここでまた終わりじゃなくてですねすごく小さな筆でこの目の中も綺麗に描いていって、あとはハイライト、コントラストを上げていきます。こんな感じですね。もう本当に細い線、小さい1ミリないぐらいの点とか線とかをですねこうやって乗せていくことでリアルさがぐっと増します。なので皆さんこのハイライトを入れるやつはぜひ試してもらえたらと思います。はい、ということで今回はですねカラーでリアルな目を描いてみました。このコラージュもですね出来上がりも楽しみにしておいてもらえたらと思います。
ということで、また次の動画で、バイバイ。